どう使えるっていう、そういう意味でね、はい、あまさにね、バッタ選手は球が見やすいからという言い方をしてたんで、まず見やすくする、最初は普通に構えてただけど球が見づらいんで、まず開いていくうちにこんな格好になったから、自分はこう球を見るということを大事にしているというふうにしていた、ね、まさにそういうことだね、はいはい、ただでもどうなんでしょう、デイブこれやったらどんなになる、びっくりしましたね石川投手、あの試合前にもしも外国人選手が迫ってきたらラミレス選手の方に逃げると、確かに逃げましたね、ちょっと今もちょっと逃げましたね、笑ってますね、笑ってますね、しか普段あれだけ速い動きを僕はね来日して初めて見たかもしれない、一瞬ムカついたような、まあいいかみたいなちょっとヒヤリとしたような、あのね多分バティスタ選手はねデッドボールでも多分怒らないです、あそうですか、はい